計画がめちゃくちゃだ。ここはエリを連れて地上へ。エリ、お前まさか始めるか。エリが俺の手元に戻ってきた。厄介だったルミリオンとその死も倒れている。まだだ、まだこの計画は死んでいない。そう思った矢先、またヒーローどもが天井を突き破ってきやがった。いや、この開いた穴からエリを抱えて外へ出れば。させるか。しつこい。まさかあれは俺の娘の子供だ。あのバカ娘、あの子は呪われてると言って捨ておった。ある日、旦那があの子に触れようとしたら消えちまったらしい。呪いなんかじゃねえ、ミューテーションつってな、類似しない個性がごく稀に生まれると聞く。世話ついでにあの子の個性調べてあげてくれや。こいつは恐ろしいな。修復だとか直すとかそういう次元じゃない。これは巻き戻す個性。掴んだ。もう離さないよ。返せ。ファイナルラウンド、レディークラッシュ。俺も暇じゃない。クレームこの後無駄だ、怯えろ。ここか。壊してやげる。足技だ。触れるぞ。あれ、くる。この後。これくる。ここから。僕は諦めない。消えなきゃ。思いっきり。浅い。俺が次の支配者となる。そのためにお前は邪魔だ。せや、そこをどけ。ヒーローに汚いな。ウィーン。汚いな。これだから嫌だ。アメイズ。上に逃げたか。くそ、だから触りたくないんだ。使い方も能力も教えてないのに。エリ、ダメだ。お前は俺のものだ。親父の宿願を果たすためにお前がいるんだ。大丈夫だ。君たちが今標的にされることはない。奴は緑谷とエリちゃんを追って地上へ出る。そして緑谷を殺す。俺の